はい、皆様こんにちは。マニアック艦隊の秀間提督でございます。こうですね、 LED 素子が結構出っ放しですね。いろいろ各種モード等を切り替えたりボリュームがあったりっていう程度の感じですね。はい、それではつけてみたいと思います。ちょっとね、どのぐらいのものになるかわからないので、ではスイッチオン。おう、はい、来ました。こうだ。今ね、青ブルーになってるのかな。おお、眩しい眩しい。ここ液晶のところ、皆さん見えますかね。こうすればいい。はい、チャンネル ABCDEF で今 100% CCT ってありますね。電源コードで、取るというふうに書いてあります。はい、そして、まあ、これ多分色温度上ね、1万ケルビンなんですかね。はい、まあ、グループチャンネルってことは何か操作ができるのかな。説明書も読まないで見ているので。はい、それでは、おーおーおー、結構眩しいかなこれ。今ね、撮影しているこの環境はタングステンの、ね、光使って撮っているので、なのでカメラの色温度の設定2800ケルビンなんですけれども、まあ、それに対して1万ケルビンという相当青い光が、ね、来ている感じがしますね。はい、じゃあ、ボリューム 100% からミニマムで、あ、ゼロまで行くんだ。はい、ゼロ。まあ、本当か分かんないですけどね。1、あ、でもついてる。はん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 。なんとなく今の1で分かりますかね、これ。これこれ。この状態。先ほどね、見ていただいた通り、黄色の方の、LED が全部ついてますね。はい、ではこれでモードをじゃあ変えてみればいいのかな。あ、これはですね 25% ごとになるボタン。はい、あとはモードを変えると、はいはいはい、グリーン。これはですね、なるほど、分かったぞ。はい、こちらご覧ください。うん、ここにカラーのね、名前なんつったっけ、虹の状態、角度かなって言ったらいいのかな。今120度になってるってことを意味してるような気がします。ってことはこれを、はい、セットして、手見えるかな、ちょっとパーセンテージを上げようか。あ、これでね、ここは移動してますね。20ちょっと戻して 25%。 こうすれば、あ、こうすれば分かるかな。ちょっとね、今ね、緑色がねここに出てるんですけど、あ、ちょっと分かりにくいかな。はい、でここを、はい、120からずっと変えていくと、はいはい、あ、今青っぽい色、分かりにくいね、赤っぽい色で戻ってきて、で120度と、はい、これですね、こういう感じなんですね。分かりました。なので、お、自動で戻る。では青、あ、これじゃない、これは 50% にして、で青系に持ってきましょう。はい、はい、完全に今ね、あ、出力を下げましょう。わかるかな。はいはい、これでなんとなく皆さん見えますかね。もう一回ね、色の角度でこれ 2%、うん、これでね、行ってみましょうか。はい、今203度、
これでずっと変えていくとご覧の通り色が変わってるの分かりますね。はい、これ完全に LED 優秀なんじゃないですか。もうちょっとやっとくか。 10% ぐらいでいってみる。 10% ぐらいで、で色相の角度を変えていくとまさに無限大、いろんな色が調整できるという感じですね。はい、いいじゃん。では、色を、まあ、200度にしておいて、それでコントラストの表示があるんですよね、ここにね、コントラストっぽい明暗。これ今 100% ってなってるんですが、これをいじると何がつく？ははは、は、うん、これは0から 100%。 ちょっと分かりやすいかな、分かりにくいかな。これが今 100% で、で下げていくと、ああなるほどなるほど、はいはいはい、要は色相サイドみたいな感じですね、はい、それで色の角度とコントラストというか、あちょっと後でちゃんと調べましょう。それを変更すると、と明るさ、うん、なかなかこの組み合わせはなんかいいと思いますね、はい、そしてこれがまあカラーのモード、 SOS だって光るんですね。で1000ケルビンだからこっちを、ちょっと眩しいね、さっきの 10% にして、で、色温度を下げていきましょうね。これは今度はついてる LED 値が違いますからね。これ自動でね出力に戻るのね、便利。これで、はい、これがね5000ケルビン、黄色側の方もつきましたね。そしてでずっと下げていくと、はいはい、2600ケルビンで、電球光のね部分の LED だけになりますね。あとはだからミックスで作るわけですね。はい、わかりました。これこのまんまで、ソフトボックスつけても多分ねいいとは思うんですけど、はい、でもまあここに先ほどのこいつを安全のためにもまあつけた方が無難でしょうかね。あ違う、そうか、おサイズが合わねえぞサイズが合わねえぞ、ちょっと要考察。はい、それでは色温度、まあどうなんだろうね、合ってるのかな、ちょっとそこをやってみたいと思います。はい、ではこうして測るのは色温度計ですね。